統一地方選豊島区でですね、選挙にチャレンジしてみたいと今、準備をというか希望を聞いております。豊島区は確かね、ANとはいらっしゃらないですよね。もうね、あのかつての彼がいる豊島区ですよね。むしろなんかこれ潰しに行く。口が滑った。あの豊島区はですね、新しい議員を出していかないといけないんじゃないかなと思いますので、あの何卒これから皆さんで力を合わせてやっていけたらと思います。でこのまんま指名に入らせていただきたいと思います。予定時間の16時となりました。本当に長時間ありがとうございました。本日多くの方にお越しいただいてありがとうございます。どうでしたかねって俺が言うのもあれですけど、まあ、6月5日にも多くの皆さんと新宿で顔合わせをさせていただきました。ちょっと6月5日と6月20日ってまあ近かったので、この前お会いした方とまた今日もっていう感じもありましたけれども、皆様とまたお会いできて私は非常にまた勇気をもらいました。このメンバーであれば将来政権を取っていけると私は思っております。まあ現実問題、これから衆議院選挙がございまして、まあ、その衆議院選挙でも議席を取ること、これは容易ではございません。まあ、今日何度も言って恐縮なんですが、もう N 国ってオワコンだろうって思ってる皆さん、見てろよ。いやすいません、あの皆さんに N 国はオワコンじゃなかったと思っていただけるように、私たち一生懸命頑張ってまいります。今回ここに来て N 国に新しく参戦したメンバーたくさんいます。まあ何のこっちゃわからないと思う人が多いと思うんですけれども、要するに NHK から国民を守る党という党は変わりました。また名前も変わります。選挙に向けて名前が変わりますので、今日は名前を覚えて帰ってもらわなくて構いません。NHK から国民を守る党が変わって、次の衆議院選挙で何か面白いことをやるらしいよというふうに思っていただければ幸いです。私たち NHK から国民を守る党は新しく全国で政治運動をしてきたいろんなメンバーを受け入れて新しい体制になりました。まあつまり強くなったってことですね。それが皆様にどのぐらい理解してもらえるのか、それには少し時間がかかると思います。でも私たちはこのように街頭で演説をしたり、もともとネットが強い政党ですから、ネットで NHK から国民を守る党、諸派党構想、そして私は翼の党と言います。翼の党も YouTube チャンネルやってます。この新しく N 国党に参戦した面々は自分で YouTube をやったり Twitter をやったり、ネット上でいろんな発信をしています。こんな奴らは日本で私たちだけなんです。新しいやり方で皆さんと一緒に本当に政治を変えたいんです、本当に政治を変えたいんですなんて言ったやついっぱいいましたよね。確かに。でも世の中変わりませんでした。でも私はうちの党首の立花隆という男はすごいんだと思って、今回一緒に参加して戦っていくことにしました。皆さんもう一度立花隆というやつをどんな人間か見てみてください。世の中で彼だけなんです。金も何もないのに自分の能力と魂だけで国政政党を作ったのは日本という国で立花隆だけなんです。こんなことはできなかったんです。今までの政治には本当にお金がかかります。私も前回の参議院選挙が出るのに1億円使いました。落選です。それが今の日本の政治なんです。1億円もかけて落選して、その後生きてることの方が奇跡的なんです。